はい、こんにちは。 PSO2 実況第88回、前回に引き続いてストーリークエストエピソードに最短の日ね、続きやりたいと思います。ちょっと日にちを置いての収録になるんですけど、おー、クローン来た。あれ、後ろにも、よし。いやー、めちゃめちゃ長丁場だよねこのクエスト、ほんとね。よし、ここは適正 NPC がレベル60ってことは結構強いよね。お、最新部っぽい感じになってきたね。ここが中心部でも、あれ、まだ奥があるみたい。奥あるのかよ。もっと奥なのかな。来た。待っていた。二人とも、よくここまでたどり着いてくれた。私に残された時間は少ない。それはアークスに残された猶予と同じものを意味する。許す限りの力を持って、これより先私が導こう。私のうち、私の中へ。これシオンはアークスのマザーシップのマザーコンピューターみたいなこと。そんな感じだよね、きっと。なんもないか。あ、なんもあるね。おりゃ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 。よし、出会い頭。うら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 、うわ、気持ちいい。よし、お金お金。1匹残ってたな。あ、2匹か。よし、お、どんだけマザーシップ広いのよ。どっちだ。あ、違ったね。行き止まりだわ。なんかある？あ、なんもないね。あ、閉じ込められた。
杉のエリア。そろそろ最深部かな。お、クエストの進行を記録。あ、来たっぽいね。何かに見られているような感じがしない？それはおそらく私たちの意識だろう。周囲に見える海、そこに全ての意識がある。私たちの意識だ。私たちの意識。かつてフォトナーと呼ばれ、私と交流を持ち、映画を清め、そして没落したもの、誰もまで人であることを諦め、それでも生を持つ私と共にあることを願ったフォトナーたちだ。この海が生きてるってこと？海とは元来生きているものだ。生命の創造は原初より海からである。私もそうだった。ごつんと存在した海だけの惑星、海だけしかなかった惑星、海、そこに知識が生まれた。知識を得たその海は、過去から今までも死の安心を演算し、すべてを知った。すべてを演算し尽くした宇宙の観測者フォトナーがその海と出会い、そしてその海に名を付けた。その名こそシオンという。え、どういうこと？惑星そのものがシオンなの？フォトナーたちと出会い、私は観測者であることをやめた。私は彼らの言葉を覚え、積極的に交流を図った。彼らを理解しようとした。この姿こそ最初に触れたフォトナーの姿を真似たものだ。初めてこの姿を見せた時の彼らの驚きは楽しかった。演算では得られないものだった。私は彼らに願い、私を惑星自体を包み込む外装を作り、動けるようにした。それが今マザーシップと呼ばれるこの巨大な移動惑星だ。これを作ったのは全てフォトナーたちのなすことを見届け、共に歩むため。そうだ、私は浮かれていたのだ。私以外の存在と出会えたことが嬉しかったから。間違った。観測者であることを忘れず、交流も接触もしなければ、このようにはならなかったはずだ。フォトナーは決して悪ではなかった。彼らの行いは全体から見れば尋常ならざる進化を呼んだ。フォトナーがいなければダーカーは生まれなかっただろう。だがアークスも生まれなかった。そう、フォトナーは欲深く好奇心旺盛で
適度に怠惰で傲慢な正しい人の在り方だった。観測者であることをやめ、彼らにフォトンの知識を与えた私の行いこそ間違いだったのだ。でもそれじゃ寂しいよ。それは私には理解しかねる感情だ。そんなことない、シオンさんにだってわかるはず。私は寂しかった、怖かったし辛かった。誰かに助けてほしかった。この人が助けに来てくれたのはその時。私何もかも忘れてたけど、この人の名前とその時の嬉しさは覚えてる。シオンさんだって同じだよ。フォトナーと会えて嬉しかったんだ。そう、シオンさんは寂しかったんだよ。君はまさか私の演者として記憶を。ううん、そう感じるだけ。シオンさんの思いを感じるの。寂しかったから声をかけた。それは何も間違ってない。間違ったのはきっとその後。シオンさんだってそう思ってる。だからその間違いを正すため、この人と私を会わせてくれたんでしょ。ああ、そうなのか。最初にあった欠落感、あれは寂しさだったのか。シオンさん、早く奥に進もう。やばい、とんでもねえ話になってきてる。ここに来ていきなり展開動きすぎじゃないか。慌ただしいよね、かなり。もうねえ、めくるめく次から次へと展開が変わってるね。このエピソード2に入ってから毎回いろんなね、予想だにしない展開が訪れてるんだけれども、これストーリー平和に完結できるの？行くとまたあれか、また閉じ込められるか、やっぱりか。おっと、そんなことしてくる。おい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 、まさかのデカブス出てきたね。おお、あ、うっせ暴走族、ブンブン言わしすぎ。マイクに入るだろうか音。うっせえな、大通りの前だかんね。いつも暴走族がうるさいんだよ。まさかのデカブツ出てきた。そんな閉じ込め方してくる。
ソーサラーさんか。おお。マトイ大丈夫か。マトイ結構ダメージ受けてるよ。ほら。またでかいの出てくる、もしかして。あ、そんなことはないよ。そんなに何回もあると困るよね。あれ増えた、分身した。今回もやっぱり長いね。まだ続くかっていうぐらい続くね。マザーシップどんだけ広いの。おーっと、なんか出てる。おーっと、デカブツ。どうしよう。とりあえず輪っか壊して、あ、マトイ大丈夫。一個壊れて、2個壊れて、で、いいの、こんな戦い方に。こっすい戦い方。フォトンブレード超強いよね。よし、グラインダー武蔵。あ、向こう なんかあったかな。一応行くか、せっかくだしね。ちょっと暴走族マジでうるさい。絶対マイクあの音拾ってるだろ、あのブンブン言ってんの。うっせえわ。お、誰かいるよ。おお、あれ、思ってたのと違う人がいたね。ルーサーくんじゃないの。本当だ、本当に来た。ルーサーさんの言う通りだ。あの人の言うことは正しいんだな。あなたこの奥に行くんですよね。でもダメです、ここは通しません。そう約束しましたから。約束を守ったら約束を果たす。ルーサーさんはそう言ってくれました。あの人は正しいことしか言わない。通しませんよ、絶対に。僕も約束を守って、守って彼女を戻してもらうんだ。彼女を生き返らせてもらうんだ。その約束した、約束したんだ。そんなことはできない。なぜなら彼女は生きているから。そうだよね、そうだよね、まるっきりそのまんまで。そんなことはできるわけがないだよね。ねえ、いいよね、これで。そんなことができるわけがない。
僕はそんな言葉が聞きたいんじゃない。僕はただ彼女の言葉が聞きたいんだ。え、わお、戦うの。何してんの、何してんのそれ。あ、なんか、うわ、何これ、なんか変な動きしてる。あれ、何それ、なんかソードみたいな形態になってなかったか今。あ、倒れた。これあれじゃない、もうこんな大詰めっぽい感じになってたらここであれじゃない、別に戦わなくてもウルクダメです、ダメですよ、になんか引き合わせて、この先へは行かせません。なんとかできたんじゃないか、誰も通さないって説得できたんじゃないか。そうすれば彼女が戻ってくるってそんな顔しないでください。分かってます、分かってますよ。そんな流れありそうだよね、使われてることも彼女が。なんか戦う前にあのそんなことはやめてとか言ってウルク登場してさ、なんで君がここにみたいな、じゃあ僕は今まで何のためにみたいな。でもでいいような気がするけどね、そんな流れに。どうしたんです、彼女がいないのなら意味はない。僕だってどうなってもいい、どうだっていいんだ。あ、でっかい声出しちゃった。ウルク、いや、そんなはずはない。彼女は死んだんだ、いるはずないだろう。そうだろう、テオドール、彼女はもういない、戻ってこない、そんなの僕が一番わかってる。あれは幻だ、そうだ幻だ、わざわざ彼女の姿をしてまで苦労しやがって。消えろ。マジか、全然思った展開じゃないぞ。動かないで。大丈夫、私に任せて。誰だ、お前は誰だ。彼女のふりをしてもういない、彼女のバカにしやがって、バカにしやがって。これが戦いの痛み。何よこれ、めちゃくちゃ。死ぬだろ。痛いじゃない。ウルクはアークスの適性ないんでしょ。なのに私はずっとそんな場所にあなたを無責任に送り出してたんだね。何なんだ、何なんだよ。今さら彼女の姿なんて見たくないんだよ僕は。あれ全然思った展開じゃないぞ。こんなになっちゃった僕の姿を見られたくないんだよ僕は。誰だ、誰だよ、こんなこと、こんなひどいこと、誰が。もうやめてよ。僕は約束したんだ、
彼女の代わりに、彼女のために戦って、彼女はもういない、いないけど、彼女に無理をさせないために約束だけは守るんだ。ダメだこいつ。僕はレオ、もういいよ。私との約束忘れていい。守れなくても怒らない。怒らないからさ。だから戻ってきてよ。お願いだから戻ってきてよ。それともただいまかな。お帰りなさいかもね。君は、僕は、その怪我は。うるさい。細かいことを考えるな。ウルク、ごめんなさい。僕は君になんてこと。いいのテオ、これはいいの。私が知らなかったあなたの痛み、ようやく分かった。ごめんなさいテオドール、あなたはずっとこの痛みに一人で耐えていたんだね。もう休んでいいよ。ちょっとぐらいサボろう。そうしないとアリに合わないよ。ウルク、僕は昔からそう。誰にも何も言わないから限界まで勝手に突っ走っちゃって。ほんと変わらないわね。私が見ててあげないとダメなんだから。ちょっとウルク、勝手に先に進むとか死にたいの？あんた何やってんのよ。サラ、私もちょっと、もう限界。起きたらいくらでも二人一緒に怒られるから、今はちょっと休ませて。ちょっと無茶しすぎよバカね。訂正します。あのテオドール君、ダメだこいつっつったけど、ダメだこいつら。この子たちは私に任せて。それよりこの中枢へつながる扉をどうやって突破するかよ。正真正銘最後の扉だから、生半可なやり方じゃ開かないわよ。力技じゃまず無理。誰かを入れるというのがそもそも例外な場所なんだから。あなたシオンの演者でしょ。開け方とか聞いてないの？演者とか急に言われても私には何も。あなたと、そしてマトイ、私の選んだ人。シオンさん、この奥にいるんでしょ。ここを開けて。そこより奥は中枢、私の家、マザーシップの子。鍵を打つ演者のみが導かれる。奥へ至る鍵を紡いで、それは
私が持つべきもの。誰もが探し求め、あなたが掴み取り、心臓のもの。しかして失われたはずの彼女が持つべきものなんだ。クラリッサ。え？そう、来たれ伯爵、クラリッサ。ちょっと意味がわからない。行こう。シオンさんが私たちを呼んでるんだ。あなた、それにシオンの縁者、私たちの仕込みはここまで。ここから先は正真正銘予想不可能のぶっつけ本番よ。だから頑張ってきなさい。はい。それが鍵なの？てかクラリッサどっから出てきたの？進行記録。あ、変態野郎が。おまわりさん、この人です。ここは不可侵の場だよ。どうやって入ってきたんだい？それはクラリッサか。僕の作ったまがいものじゃない。本物まだ残ってたんだね。それを手にする君は。なるほどなるほど、そういうことか。シオン、君は君なりに動いていたんだね。全て無駄なのによくやるよ。シオンさんを離して。話す？おいおい、何を言ってるんだい。僕と彼女はもう二度と離れない。離れることなんてない。僕はね、ついに彼女を理解した。彼女と完全に一つとなり、今こそ全てを知る。あなたは何を言ってるの？いや、本当それだわ。ルーサー君、キモいな。君たちこそ分かっているのか？自分たちの目の前にいた彼女が何なのかを。演算する海が生まれた意味、それは宇宙の記憶保持、全演算。そう、彼女こそアカシックレコード。フォトナーが、いや、僕が追い求めた宇宙の断りそのものだ。アークスもダーカーも、ありとあらゆる研究や実験はこの時この瞬間を迎えるためのもの。全てはこの時のため、彼女を理解し一緒になるため。そしてようやくだ。僕は彼女と一つになる。神羅万象を知る存在に。そんなことさせない。
アークス風情が図が高いよ。まずはいざまずきたまえ。おや、レギアスから聞いてないのかい？僕は全ての感性を掌握している。重力をいじけるのだって簡単さ。わかるかな、アークス君。もとより君たちの命運はずっと僕が握っていたんだよ。君たちが今まで生きながらえていたのは僕の気まぐれに過ぎない。僕がシオンと一つになった今、アークスは用済みだ。アークシップ完成。全喪失。生命維持システムにも異常を感知。各艦の環境設定が書き換えられて。ヒルダちゃんの声のトーンよ。レギアスたちが身を捧げてまで守ろうとしたアークスがこのざまだよ。君たちが歯向かおうとしなければ、あるいはもう少し長生きできたかもしれないのに、残念だったね。どうしてこんなこと。私たちを何だと思ってるの。なんだと言われても、君たちアークスはもともと僕たちフォトナーのおもちゃじゃないか。君たちだけじゃない。この宇宙に広がる全てのものは僕にとっての実験場で遊び場だ。そしておもちゃは遊び終わったら片付ける。それは当たり前のことだろう。さあシオン、惑星シオンよ、僕と一つに。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいぞ。これは頭の中を知識が駆け巡る。破裂してしまいそうだ、この知識の本流に。シオンさん、このままでは終われない、このままでは終われない。なんだ、まだ歯向かう機会。アークスは本当に無駄な努力が好きで困るね。最後にはその往生際の悪さが彼女にまで伝染していた。ほんと迷惑なんだよ。理解できないな。すでにシオンはいないんだぞ。一体何が君を揺り動かす。約束したね。先に行かせてくれた港の約束。どちらもくだらないね。みんなと約束したね。そんなもの全知の前には等しく無価値だというのに。いいや、全知こそくだらない。体が死を。君か、君なのか。特に六号金庫の連中よりその前に置いてきた連中
関わりの深い連中、普段一緒にクエスト行ったりする流れ込んでくる。リサちゃんとかね、オーザ君とかマールーちゃんとかね、フーリエちゃんね。シオンのもの、シオン、君はまさか。後ろで支援してくれる彼らのためにも。やめろ、シオン。そんなことを考えるんじゃない。ただでは済ませられない。僕が憧れた君は、そんなことは考えない。私をその手で。ルーサー君キモいな。その手で殺せ。え、助けてって言ってたのに、なんでそんな展開になるの。今この時しかない。ルーサーが私と一つになろうとしているこの時しかないのだ。完成を司る彼が演算を司る私と融合を果たしたこの時ならば、アークスとのつながりを断ち切れる。たとえルーサーの体が残ろうとも、うちにいる私が消えれば彼の目的は全てついえる。お願いだ、私の知る最後のアークス、私の依頼を果たしてくれ。バカな、バカなことはよせ、シオン。君が死ねば全てが終わる。オラクルとはそういうものだ。君ありきのものだ。だがこのままでもアークスは死ぬだろう。そういう天秤の話ではないよ。くそ、やめろシオン。君を殺すなんて、そんなことをしたらどうなるのか分かってるのか。今さら何を言っている、ルーサー。未来というものはどうなるか分からないから、楽しいんじゃないか。あら、パキンっつってんな。どうすりゃいい。どうすればいい。あ、当たった。ほら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 、あれ弱い。ルーサー君めっちゃ弱いやん。ステージライブ。そんな、こぼれていく、手にしたはずの知識が。ああ、全知が、宇宙の断りが、僕の中から滑り落ちていく。え、これ完全に小物のセリフやん。野望を阻止されて、そんなっていうね。死を失われてしまった。分かっているのか貴様ら、自分たちが何をしたのか。分かっているのか。宇宙にとってかけがえのない唯一無二のシオンを失う、この意味が、この意味が。貴様らが、貴様らが、貴様らが、彼女を手にかけたから。完成、全回復、艦内機構すべて正常値、各員全機能のチェックを急げ。どういうことだ。シオンが失われた今、何が演算の代わりを。あら、マザーシップかい、あれは。
お、なるほど。完成。全掌握。全回線、全演算機構、正常に移行。システム、シャオへ書き換え。了。これで終わり。僕たちはやり遂げた。やり遂げたんだよ、シオ。あとは任せて。ゆっくり休んでください。え、じゃあ結局シオン助からずじまい。ありか。ここまでシオンのためにずっと動いてきたわけでしょう。歴史を変えてまで動いてきたのに、彼女を亡き者にするっていう結末を良しとしていいの？僕を出し抜いたな。全地を、僕のシオンを、この手からすべ、許さん。貴様だけは。マザーシップ内に反応。ボギー、ただのダーカーじゃない。ルーサーが変異。貴様たちだけは。僕がこの手で。危ない。おう。死ね、殺してやる。間に合いましたね。二人とも無事か。お、増援。先に行けとは言われたが、あんなのの話は聞いてねえぞ。貴様らも僕に逆らうか。僕に、このルーサーに。あ、答えは僕の望むままであるべきだ。それに沿わない者は死ね。マジか。おいて。超波動子消失事態。ちょっとあんまりにも長すぎてスタンスが切れてる。よくステージライブ始まっちゃった。とりあえず羽壊そう。おいて。痛い。結構畳みかけてくるね。おっつ、しびれた。いて。おお。おいめちゃめちゃやってくるね。危ない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 
危ない危ない危ない大丈夫これ、おお死んじゃう、怖っこいつマジか、結構ギリだったね、で結局置いていくの。あなたと
優しき私の演者たち、思うがままに未来へ走れ。最後の最後、今この時、私は寂しくなかったぞ。羽が生えた。え、どうなったの？すっごい頼もしかったよ。カノンを撃ち抜け。ルビーへ帰還してくれ。わかりました。うわ、今回も長いね。やっぱりデータがあんな形で利用されるなんて、本当にすみません。マトイさん、マトイさん、大丈夫です。ずっと気を張っていたから疲れてしまっただけのようです。マトイさんは私に任せてください。あなたにはまだやることがあるはずです。お、ゼノ、カッコレンジャーをパートナーとして呼べるようになる。あ、終わった。長かった。終わりました。じゃあ今回はこれまでにしたいと思います。長らくお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。